にちは、シェアハウスマスターの鈴木です。このチャンネルはシェアハウスについての情報やシェアハウスについての豆知識、シェアハウスに実際に住んでいる方からのご質問を取り上げるチャンネルです。シェアハウスに興味がある方やシェアハウスの入居を検討している方、シェアハウスの運営を検討している家主様などにも、有益な情報をお話しさせていただきますので、ぜひご視聴ください。今日のテーマは、シェアハウスの家賃についてお話をさせていただきます。まずはシェアハウスの間取りからお見せしたいと思います。はい、これが標準的なシェアハウスの間取りかなと思います。まあ、必要なものは全部この間取りの中にありまして、まずリビングが右の上にあって、まあ、だいたい広さでいうと10畳ぐらいかなっていうリビングですね。で、脱衣所がその右に2つあるので、まあ、シャワーが2つあるっていう形ですね。で、その下に洗面所があって、洗面台が2つと洗濯機が2台あります。で、あとその隣にお手洗いがあって、洗濯機とシャワーがコイン式のところがありますので、コイン式の場合毎回小銭が必要になるので非常に面倒くさいですね。で、あと、お部屋が1階に4部屋あって、2階に4部屋あって、全部で8部屋ですね。で、あとはお部屋の方にはシングルベッドと、あと収納スペースと、あと、まあ、ちっちゃい机と、あと、まあ、エアコンがついてるっていうのが標準的な部屋の設備かなと思います。はい、これが2つ目の間取りなんですけれども、まあ、この間取りですと先ほどとの違いは見ていただいて分かるようにリビングがありません。なのでその分部屋数は多く取っているというシェアハウスですね。まあ、シャワーが3箇所あって、お手洗いが2箇所あって、まあ、洗濯機は多分4台あって、あとキッチンが各階にあるので2箇所ありますね。ただまあこういうシェアハウスですとリビングがないので、まあ、基本的には部屋で皆さん生活、入居者は生活されていて、まあ、入居者同士の交流も、まあ、こういう形だと少ないのかなと思います。まあ、ただその分多分こういうシェアハウスですとお家賃は安く設定されているのかなっていうふうに思います。はい、今シェアハウスの間取りを見ていただきましたけれども、大体今見ていただいたシェアハウスの間取りは大体6畳ぐらいのところだったかなと思います。で、まあ、一般的の他のシェアハウスでも大体、狭い部屋だと4畳ぐらいのもありますけれども、大体一般的に6畳ぐらいのところが多いかなと思います。まあ、極端に広い、8畳とか10畳とか、まあ、8畳はそんな広くない、8畳はまあそうでもないかもしれないですけど、まあ、10畳とか12畳とかいう部屋はシェアハウスは少ないかなと思います。で、よくポータルサイトでシェアハウスを紹介しているサイトで例えばですけど4万5000円から6万5000円みたいな形でいくらからいくらまでみたいな感じで掲載しているサイト、まあ、ほぼほぼシェアハウスはいくらからいくらみたいな形で表示されているんですけれども、それは今お伝えした部屋の広さによって同じシェアハウス内でも部屋の広さが一部屋一部屋違うので、違う部屋、まあ、狭い部屋は当然その一番安い例えば4万5000円だったり、一番広い部屋が6畳半 6.5 畳だったら、その部屋が6万5000円だったりとかいう形の表示になるので、いくらからいくらみたいな形でインターネット、まあ、ポータルサイトで表示されてますね。でもただ中にはまあ、これ結構多いんですけど実際にない賃料の表示からいくらまでみたいな感じで掲載しているシェアハウス業者もいるので、まあ、いわゆる不動産業者的に言うとおとり広告みたいなの掲載の仕方をしている、シェアハウス業者さんも いるので、まあ、それは探す際、ネットで探す際には注意していただく必要があるかなと思います。あとシェアハウスで言いますと月々必要なものがもう一つありまして、お家賃ともう一つが光熱費が必ず必要になります。
で、光熱費は月々だいたい今平均で言いますと1万円から1万5000円というところが多いです。で、光熱費の内訳は電気料金、ガス料金、水道料金、あと Wi-Fi の使用料が光熱費の中に含まれます。で、たまに入居者様からのご質問で、光熱費はエアコンを部屋で全く使わないので私は光熱費を月々1万円も絶対使ってないと、光熱絶対1万円も使ってないので私の部屋は5000円にしてほしいとかいう方がおられたり、あとはセカンドハウス的にシェアハウスを使用されているのでだいたい1週間に3日か4日ぐらいしか部屋を使ってないという方で3日か4日なんで1万円のところだったら5000円にしてくださいとかいうふうにおっしゃる方も結構おられたりするんですけど、でも実際にはその使用頻度によって部屋の使用頻度ですとか家電製品の使用頻度によって光熱費を前後させるっていうのは非常に難しいことなので、基本的にはどこのシェアハウス業者さんも使用頻度にかかわらず一律1万円とか1万2000円とかいう形にしているので、そこの交渉はちょっとなかなか難しいかなと思います。で、実際にシェアハウスって賃料安いのっていうことなんですけど、実際にシェアハウスの賃料は安いです。例えば同じ最寄り駅で、駅からの距離も同じ、一般の賃貸物件ですね、一般の賃貸物件、例えばワンルームの一般の賃貸物件と同じ最寄り駅で同じ距離、駅からの距離の、だいたい6畳ぐらいのシェアハウスで言いますと、例えば賃貸物件が6万円ぐらいがそのエリアの相場だとしたときに、シェアハウスですとだいたい1割から2割ぐらいは安いと思います。ですのでシェアハウスですと5万円前後ぐらいのお家賃になるかなと思います。ただ当然これは賃貸物件の築年数だったりシェアハウスの設備だったり仕様だったりによって全くちょっと検討を比較が難しい部分でもあるので、確実にはとは当然言えないんですけれども、本当になんとなく同じようなグレードで同じような感じの賃貸物件とシェアハウスを比べた時というふうに考えていただければ。ではなぜシェアハウスは賃料が普通の賃貸物件よりも安くできるのかと言いますと、シェアハウスはキッチンとかシャワーとかトイレですね、水回りの部分を共有で使っていただくという形になります。で、一方賃貸物件は、各部屋にキッチン、シャワー、お手洗いがありますので、それを作る費用がかかってしまうので、シェアハウスの場合はそういう部分を共有で使っていただくということで、シェアハウスの運営会社としてはお家賃を安くできるということになります。ですので同じエリアで賃料を安く考えている方はシェアハウスも検討材料の一つに加えていただければ、いい物件がもしかしたら見つかるかもしれません。ご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録。お願いします。